めっちゃ可愛いなこいつ。はい、どうもです。今日はね、このミドリフサアンコウちゃんをさばいていこうかなと思います。これ見てください、これこの提灯とかあるってヌメヌメしてないんですよね。ザラザラしてて足もあってめっちゃ可愛い。これやばい、可愛くない？これ皮剥ぐけどね。じゃあ早速ね、さばきましょう。切り目をね、入れていきます。結構ゴリゴリしてる。じゃあ入れていきましょうよ。ここから衝撃ですよ。硬すぎて剥げない。ハゲの人に全然悪意はないです。でもこいつにはハゲてほしいんですよ。いけます。頭からいった方が良かったかな。今更ですが、頭からいきましょう。いや、可愛くないわ。ちょっと待って、この波平さんみたいにちょっともう、はい、こんな感じですね。なんかこんな魚深海魚いません？はい、じゃあ恒例の胃袋タイプ。え、黒い。え、この肝も食べれそう。美味しいやつだと思う。腸が超長いね。何が入ってんのかな、胃袋。何も入ってない、こいつ乱食してる。くっさ、結構黒いね。魚さばく人ならわかると思うんだけど、全然ここのあの血がない。唐揚げにしていきましょう。これは適当です。もう適当。男の料理は全部適当です。片栗粉と塩と胡椒ね。そう。これで唐揚げはできる。お。胡椒がね、これを攻撃してきましたよ。かわいい。ミドリフサアンコウちゃんにあれしましょう。かわいいな。もうこの動画かわいいしか言ってねえぞ。おお。はい、できました。もうさすがに俺も可愛いとは言えない。なんかあんこっぽいよね、上から見ると。早速ね、食べていきます。美味しいのかなこれ。でも絶対美味しいよね。うわ、身柔らか。あ、フグみたい。もう一回俺は魚を魚で食べる。とりあえずめっちゃフグ。いや、カエルスあんこ美味しいな。多分明日には名前忘れてるけど、結構美味しいですよこれ。しかもこれ500円でそんなに高くもないんで、おすすめです。はい、そんな感じです。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。この動画いいなと思った人は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。そしてね、盛り付き動画は3月からバシバシ上げていくんで、どっちも楽しみにしておいてください。それではまた会いましょう。バイバイ。